新聞記者の問題は、一生、無能、というフラグから逃げられない。それに対して、何かの期待をせざるを得ない事態の方に問題がある。そういう帰結は一つの妥当？それをそこに置く、か。犯罪を犯しつつ罪に問われなかった。という過失は自身に、利益性の喪失を起こす。本来、罰せねばならないことを罰せなくなるからだ。結果、そこは評価の失墜とともに、経済的衰退を始める。それを打開せんと、うごめいた後。自身にないものを、他者に求め始めるわけで。行動の傾向は見えつつあり、だが同じく、その過失は事実か？それはやっぱり、曖昧だ。新聞記者、の後ろにはまだ、漫画家、宗教家、が残っていてそれらは総じて、頑張ればなんとかなる。スペースインベーダーに発生してしまった混沌を背にしている。それは打開された？Yeah.